こんにちは、みつきと申します。パーフェクトアングルやっていきたいと思います。前回動画にコメントいただきましてありがとうございます。すごく嬉しいです。なんで解けるのっていただきましたけど、多分私がとてもできるとかではなく、私が見たいように動かしてるから、その私に見やすくなってるだけであって、別に解くのが早いとかではないとは思うんですよね。あれ、これ前やったやつ、あ、違う、これ前はあの辰の落とし子になったと思うけど、ちょっと形が違う気がする。なんか解くコツとしては、何かなんか突出してここおかしいなとか変だなみたいに思う部分があれば、それをうまく合わせてって形にするみたいな。これはなんだろう、早速わかんねえ、言っておきながらわからないという。なんかでもさ、ソリみたいなさ、下に、いやでもここが下かわかんないな。影に何かを作ると思うんだけど、これなんだ。早速わからん。そういう形になる。いや、なんかだんだん難しくなってきてる気がする。なんか特徴ある部分を探してとか言ったけど、全然参考にならなかったですね。うわー、これはどこを合わせるんだろう。何か器みたいになりそうな気がするよね。さっき急須みたいなの作ったから、なんか夜間みたいな。でもどこが合わさるんだろう。難しくね。あ、なんか下の奥の真ん中のやつ揃いそうな気がするけど、違うのかな。これ揃って、あ、揃った、揃った、よかった。これで揃ってないって言われたら何を通していいか分かんなかったな。言葉、 I was still too young to understand the power of words, how they can turn everything topsy turvy. Don't leave just yet. There was something in this letterThat might interest you. まだストーリーが読めてこないですね。おじいちゃんと孫の、なんか怖い、なんだここ。A ボタンを押してミサイルを発射します。何それ。
壊れた。今の壊していいとこだったのかな、わかんない。壊さないとこれが現れなかったっていうことなんだね。そういうギミックもあるんだ。おじいちゃんミサイル関係あんのかな。おじいちゃんと孫娘の思い出をなんか蘇らせるみたいな、遡るみたいなお話だと思ったんだけど、これはなんかこれ野菜っぽいよね。ナス作れそうな気がする。違うか、反対か。ナスを作りたいぞ。あれ、ナスじゃないのかな。左のやつナスに見えるけどナスじゃないのかな。違うのか。それじゃないの。どこに何を合わせればいい。難しい。今までは結構自分でもサクサクいってたとは思うんですよね。今回なかなかうまくいかないですね。もしかして今まで下のやつ見てたけど、この上の真ん中のナスを作るのかな。ちょうどヘタがあるけど、こうか。あったー、よかったー。ナス作るもの分かってても全然解けないんだな。難しいな。次は、またここの水のところに戻ってきた。 A ボタンを押して画面を回転します。なんかすごい色が変わる。でこれも回転すんの。だんだんレベル上がってきたよね。何作るんだろう。物も回転するし画面も回転する。なんか歯車になりそう。あれ、でもうまくいかないか。なんかギザギザが歯車に見えるんだけど違うのかな。なんかこの回転させてる物体すごくなんか血管みたいでちょっと怖いな。ちょっとなんかね、動脈と静脈みたいに見えるけど、
青いライトで照らすと青く光ってる部分が消えて映ってるのかな、もしかして。この物体全部つながってるけど、影になると青い部分と黒いところのなんか接してる部分消えてる気がする。これで何か、何合わせるんだ、何を作るの、何になるか想像がつかないな。だって何色の面で合わせていいかもわかんない。どれだ、あ、やっぱり歯車で良かったのか。ちょっと判定がシビア。パラドックス。My words travel through unexpected objects. For example, now I am talking to you through the same object, trying to get your attention.予期しないもので、おじいちゃんツイッターでバズったとか。どういう物語なんだろう。先が気になるけど、今日はこのくらいにしてみようかなって思います。この先も見ればいいのにな。まだ19、ここまで進んできたけど、いくつステージがあるんだろう。今日はここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。みつきでした。